はい、皆さんこんにちは。本日はですね、インスタ360X3 についてお話ししたいんですけど、その前にですね、皆さん今の花粉症出てますかね。まあ、私ですね、杉とかですね、あんまり出ないんですよ。目がかゆいなとか、まあなんとなく調子悪いなぐらいで済むんですけど、今の時期ですね、めちゃくちゃひどいんですよ。もうずっとですね、くしゃみとか止まらないし、なんかちょっと喉もイガイガした感じで咳が出たり、まあそれでですね、その鼻うがいとかしてると良くなるんですけど、まあ今暑くなってきました。で、外気を入れないとですね、窓を開けてですね、涼しくしてるんですけど、そうすると花粉が入ってきます。でですね、まあこう花粉症の症状が出るんですけど、この時期ですね、結構風邪と勘違いされてる方いるんじゃないかなと思って、簡単にちょっと最初に雑談したくて、まあアレルギーって結構ですね、もう風邪自体もアレルギー症状みたいなもんなんで、何かなって把握しておくの大事だと思うんですね。でもう私はですね、子供たちを含めてやっぱりそうアレルギーっていうのもひどくしないようにですね、血液検査のような形で何にアレルギーがありますっていうので気をつけたりとかするんですけど、家を掃除するだけではなく、やっぱりですね、こういうふうに外から入ってくる花粉っていうのもですね、認識しておくのが大事なんですね。で、今の時期なんですけど、まあこれ本当雑談になっちゃいますね。で、今の時期はこのイネ科の植物がだいぶですね、花咲いてきてるんですよ。で、私ですね、これにめちゃくちゃ弱いんです。で、イネの花が咲くと同時にですね、もうほぼほぼイネ科の植物の花が咲いて、花がおかしくなって、で、これですね、イネ科って結構実は長いんですね。10月ぐらいまでですね、ずっとイネ科の植物って咲いたりとかしていて、花粉飛んでるんですよ。なので、本当に皆さんがですね、花粉症きつい時期と私はちょっとずれてですね、こういう風に出る形なんですね。で、あとはですね、タイミング的には、まあ、栗とかですね、コナラ、まあブナ科の植物の花が咲く。で、これもですね、私ダメなようで、こういうのがですね、そばにあるとですね、花粉症すごく出ちゃうんですね。まあちょっとですね、手洗いうがいと、まあ合わせて鼻うがいという形で風邪とこの花粉症を予防していただければなと思って、結構効果があるので、今ですね、なんか風邪っぽいなと思われて悩まれてる方に、まあアレルギーこういうふうにあるんですよっていうのを簡単にですね、お話をさせていただきたいなと思って最初に持ってきました。はい、ではですね、本番移りたいと思います。こちらですね、インスタ 360X3 なんですけど、この後ですね、動画として全部まとめますので、一度ですね、どういうことかってお話をしていきたいと思います。やはりですね、 X4 が発売されて、このサイズ的にですね、だいぶ大きくなってしまった。特にこの今ですね、ちょっと準備してますけど、 X4 が大きく重くなっちゃいました。これはですね、こう比べるとですね、如実にサイズ感違うんですよね。これ今レンズカバーついてるから若干大きく見えるんですけど、厚み、まあ周りの大きさ、そして重量っていうところも全てですね、大きく重たくなってます。で、私はこのレンズカバーを装着して、まあ日頃ですね、こういう風に、まあ外して使う場合はこんな感じで、普通の撮影の時はこのレンズカバーを持って撮影していて、今レンズペンですね、先日ご紹介させていただいた、これ結構360度カメラに必須なんじゃないかなっていう感じで、最近ですね、気に入って使っておりますね。で、こう掃除をして使用してあげると、まあひどい強い明かりじゃない時にはですね、特に害なくですね、普通に使えてるんですけど、それでもですね、影響っていうのは小さくないんですよね。昨日ですね、アップしました暗いところでの比較というところで、強い光が入っている時にですね、この X3 がやっぱり大きくですね、滲んだというか曇ったようなですね、光の入り方してたと思います。それはですね、やっぱりこうコーティングがそういう設計に合っていないですね、レンズで、まあ、撮影するとですね、ああいう風に変な反射が出ちゃうわけなんですね。それがプレイズさんかな、こういう形のレンズカバーですね、これ十分便利で利便性よく私使っていたんですけど、そういう欠点がありました。というのがですね、インスタ360さんがですね、この X4 を発表した後にですね、こんな素晴らしいものを発売してくれたわけなんですね。はい、それがこちらになります。インスタ 360X3 スタンダードリムーバブルレンズガーズということですね。レンズガードのですね、取り外しができるですね、アタッチメント付きのレンズガードをですね、発売してくれたんですね。で、こちらがですね、以前ですね、発売されておりました、このように両面テープタイプのレンズガード、ちょっと汚れちゃってますけど、これをですね、このインスタ 360X3 のボディにペタッと貼り付けてですね、まあこのような形にして使っていたわけです。ただですね、この中結露しちゃうと、もう本当どうしようもなくて、掃除も大変だし、一回一回こう剥がしてですね、これが再利用効くかってなると、そもそもにこのくっついてるテープ剥がすだけでもかなり大変なんですよ。私それを掃除しようと思ってこういう風に取っといてあるんですけど、剥がすのかなり大変です。まあそのような流れでですね、やっぱりこのレンズカバーってこういう形じゃいけないよねという形で、まあこの第3メーカーのですね、プレイズさんのですね、このレンズカバーを使っていたという流れがあるんですけど、やっぱりですね、純正の写りには及ばないなと思って悩んでいたんですが、こういうものがですね、発売されたので、この後どういう形かっていうのをですね、皆さんに見ていっていただきたいと思います。
はい、ではですね、開封していこうと思うんですけども、開封とかはですね、さっとやっちゃいますね。で、どのような効果があるのかなっていうのを皆さんに一番見ていただきたい。なので、私はですね、こういうふうに試した上でいいなと思ったものを皆さんにですね、まあ選んでいただければ一番いいなと思っているので、そういうところを大事にしていきたいと思います。開けてみますとですね、まあこういったですね、これシールとかが入ってますね。あと台座が入ってるのかなと、あとこの説明書と、このですね、ウエスですね、と、これですね、X4 のレンズカバー等に似た感じでですね、こういう風にレンズカバーの、まあ、このセットが入っております。で、これをですねパカッと開けますとですね、はい、このように、あ、台座はこっちに入ってますね。はい、これがですね貼り付けるタイプの台座になってます。で、こちらがレンズガードになってますね。これをですね装着してですね使用していくという形になりますね。やっぱりですね、この装着の時にですね前後あるんです、 X3 って。というのがですね、こう分かりやすくですね区分けされている。で、こちらがですね、これもですね装着まで開けたくないなという感じなんですが、このレンズガードが入っている形になります。で、説明書の方なんですけど、このようにですね日本語でも表記されておりまして、装着とかは迷わないかなと思いますね。まあ、なのでこれをですねしっかり一度読んでいただいて装着をしていただけるといいんじゃないかなと思いますね。で、レンズガード自体はですね、この突起があって、それを回転させる形で装着と取り外しっていうのが可能みたいです。ではですね、ちょっとデータを取った後になんですけど、こちらをですね装着してみたいなと思います。はい、そのデータの残し方なんですけど、こちらですね、このとてもですね強力に照らすこともできるライトで、これでですねどういう光の入り方をするかっていうのをですねちょっと取っておこうと思うんですね。それで強い光なので、ちょっと極端なんですけど、どういう入り方をするかというのをデータ化できるのは意味があると思います。なので、こちらプレイズさんのですねレンズカバーを装着した状態、取り外した状態と、最後にこの新たにですね発売されましたこのレンズガードですね、こちらを装着した3つの状態でですねデータを残しておきたいと思います。はい、ではデータとしてですね、このようにインスタ360X3 を持っております。で、 5.7K の24フレームですね、このフレームレートと合わせた形で収録してライトをつけます。で、つけた状態でこう真横からですね当てて、こうぐるーっとですね正面を向けて当てた光、こうそれでこうちょっとですね外していく。そこでですね同じ動き、こう要はぐるっとですね本体の周りを回ってみるという形ですね。まあ、それであんまり強すぎるとですね、ちょっと光が強すぎるなと思っているので、こうこの設定でですね弱くします。こんぐらいのでですね、こう光が入った時にどういったこうフレアというか曇りというかにじみというかみたいなのが入るかっていうのをですね、ライトとして、まあ、こう何往復いろんな角度からですね当てたものを、このですね X3 の映像を書き出してですね皆さんに見ていただこうと思いますね。まあ、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、室内でですねできる一番ですねこれが、まあ、見れるかなっていう形だと思うので、お許しいただければと思います。はい、ではですね、このプレイズさんのレンズカバー、このゴーストが入る形とかっていうのもちょっとですね見ていただいて、まあ夜街路灯とかの光がですねこういう風に入るって考えていただけるといいんじゃないかなと思いました。ではではですね、続きましてこちらレンズガードなしの状態ですね。で、そしてこの状態でしっかりレンズペンで掃除をします。これも掃除はしてあるんですけど、検証ということで改めてですね掃除をします。で、掃除をしました状態で、先ほどとできるだけ同じような感じでですね構えまして、このライトでですね、まあこういう風な形で照らしていってみたいと思います。はい、ではですね横、まあこれとっても強い光なんで全く影響がないっていうことは無理だと思うんですけど、まあ、それでもですねやっぱ明らかにこの画面がですね白くボワッとなってしまうのは減ってると思います。で、ゴーストの入り方とかっていうのも、この辺かな、このちょこっとですね真ん中にポチッと、真ん中に近いところにポチッと白い光が入ってるかなぐらい、まあこのディスプレイに反射してる光っていうのもこういう風なんじゃないですけど、大いにあるのかなというイメージがあります。まあこの後ですね、これがゴーストかな、まあ、これがですね見えないぐらい入っていたのがプレイズさんのレンズカバーなので、結構画質の差っていうのは強く出ますね。まあ、なのでこの後ですねちょっと夕方夜近くなってしまうと思うんですけど、お散歩に行きながらですねちょっと皆さんにこの動画をですねレンズガードのですね交換した成果としてですね見ていただきたいと思いますね。まずですねこの後取り付けてしまおうと思います。はい、ただいまですね途中経過なんですが、その経過をですね報告というか形として、これとってもいいなと思ったのでご紹介したいんですが、
このですねレンズの形状に合わせてですねこうちゃんと突起がそれぞれ3箇所あって、で一番下の部分はですねそのレンズの下にですねちょっと逃げのような形でですねへっこんでる部分があるんですが、そこにですねはめ合う形にですねちゃんとこの形が考慮されています。なので取り付けに関してはですね全く困らないんじゃないかなと思いますね。でそれでですねちゃんとですね、まあ、しっかりものすごくしっかりじゃなくてもいいんですけど汚れ等を取ってあげてください。そうしないとやっぱ粘着力ってどうしてもこうシールものって弱くなっちゃうので、その辺をですねしっかり考慮するのが大事かなと思います。ではですねそしてこちらが新たなレンズカバーとなっております。こちらをですねこの本体のですね新たにこう装着しましたベースにまずですね入る形でですねこういう風にはめ込みます。もう入るところしか入らないんで、でこのように入れたらこの上のですね突起の部分をですねカチッとロックしてあげることによって装着完了となります。ではですねこの状態に両面ともしてしまいたいと思います。はい、それではですねこのように装着をしてみました。では先ほどとですね同じような形でですねこのライト、これをですね当てて違いっていうのを見比べてみたいと思います。はい、先ほどとですね同じような、できるだけ同じような角度とですねこのような撮影の方法にしましてライトを当てていってみます。はい、このような形ですね。で材質としましてはですねプラスチックっぽい材質、まあプラスチックですね。でですね、まあ、この透明感はしっかりとあるんですけど、感覚としてはですねやっぱりレンズガードを装着しない方がですね画質はいいのかなと思いますが、プレイズさんのですねレンズカバーよりはこういう変な反射映り込みとはないのかなという感じ、まあ、なのでですねこの若干白くぼやっと入ってしまうのはこのレンズガードを装着していてもしなくてもあります。そのですね影響の強さですよね、というのが他の暗いところを映している時、特にですね強い光が入った時にどういう挙動を示すかというのがとても大事だと思うんです。このですね一つ前の動画、東京ドームの周りで撮影している時にその影響のですね、まあ、ひどさというかですね、あここまで影響出ちゃうんだなっていうのをですね見ていただけたと思うんですが、それがですねどれぐらい改善しているかなっていうのをちょっとこの後ですね簡単にお散歩行ってきて試してきてみたいと思います。サイズ感としてはですねやっぱりこのコンパクトさがですね蘇った感じがします。でこのですねケースにもですね、まあ、あのプレイズさんのレンズカバーを装着している時は結構この上の面がギチギチになってたんですけど、それが解消されてこの開け閉めもですねスムーズになりましたね、まあ、入っていただけすごいなという感じなんですが、このですねあのボディーガードケースっていうのかな、とってもですね価格の割に優秀だと感じております。私はではこの後ちょっとお出かけ行ってきてみます。はい、そうしましたらですねこちらがインスタ 360X3 をですね表に持ち出してきました。でこの絵ですね辺りが暗くなってきて街路灯がついている、もっとですね暗くなるともっと分かりやすいんですけど、これがですね映り込んだ時の影響っていうのがとても大きいのがですね以前まででした。もう少しですね暗くなったらちょっとライトにですねもっと近づいて試してみたいと思いますね。まずは映像としてこのような感じですというのをですねそこそこの明るさ、もう夕方なので、ね、あんまり明るくはないんですけど、ちょっとですね残しておこうと思い撮影をしております。はい、このような感じですね。まあだいぶですね日が伸びてきたので、これから暗いところの検証というのが難しい時期になってきます。グッと、ではですねちょっと変則的な検証をしてみます。こちらがですねこれ見えてるかな、ここがこちら側がレンズガード付きで、こちら側がですねレンズガードなしで今収録をしております。そして今正面に当たるところにですねとっても強い光の街路灯というかですね照明があるので、そこでですねこういう風にちょっとですねこう角度を変えながら見ていただいております。まあこれがですねどういう違いがあるかなって出てくれるといいなと思っておりますが、いかがでございますでしょうか。こんな感じですね。はい、では先ほどと一緒ですね、こちらがレンズガードがついている方で、こちら側はですねレンズガードついていない方になりますね。でこのまま伸ばして照明にグッと近づけて、はい、照明に近づけてですね見てみましたが、写りの方はいかがでしたでしょうか。もうですねこの X3 のですね性能だと
このですね、暗さはちょっと厳しいかなぐらいになってますが、まあ今ですね、ちょっとあのレンズカバーをですね、取り外して撮影してたんですけど、傷つけるリスクを考えるとですね、あんまりやりたくないなっていう感じでした。なので、まあこのですね、レンズカバーの感じっていうのはなんとなく今日伝わったと思うので、利便性を取る方はとてもおすすめ。で、まあ徹底的に画質こだわりたい方はですね、やっぱりレンズガードっていうのはですね、装着しないのがいいんじゃないかなっていうのが全体の感想になります。はい、ということでですね、本日は新たにですね、この付け外しのできるレンズガードが発売されましたというですね、インスタ 360X3 の素晴らしい進化をこのようにお伝えさせていただきました。ではですね、ちょっと真っ暗になりすぎているので明るい方を映しながら、はい、それではですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。コーヒーいただきました。バイバーイ。